お疲れ様です。アルゴスです。週の折り返しですね。もう一踏ん張りです。頑張っていきましょう。日々の挨拶もさることながら、感謝の言葉をしっかり伝えることも忘れちゃいけません。なぜだかわかりますか？それはいつ人は亡くなるかわからないからです。特に人は驚異的な生命力で奇跡の生還を果たすことがありますが、逆もまたしかりです。案外あっさりと死んでしまう。それも突然に。もしそれが全くの他人ではなくて、家族や親戚、親しい友人だったらどうしますか？特に気をつけるべきは祖父母です。つい感謝をし忘れがち。実際に私がそうだったから。まだ祖母は元気ですが、昨年に米寿を迎えました。いつ何があっても驚く年ではないです。だからこそ、実家にたまに訪問した時は、必ず挨拶と一緒に昔はよくお世話になったよと、感謝を伝えてます。今回こんな話をしたのは、会社つながりの友人が祖母とよく喧嘩をしていたこともあって、心の底では感謝していたけど、結局突然に亡くなったから最後の最後まで感謝の気持ちを伝えられず、結果として今も少し後悔の気持ちが残っているとのこと。これでもまだ気持ちが落ち着いた方だが、訃報を受けた頃は毎日のように泣いていたそうです。ですから皆さん、後悔してからでは遅いと言いますが、これは疑いようもない真実です。後悔する前に行動しましょう。減るものでもあるまいし。それではまた明日お会いしましょう。